こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙。日本で一番長い川って、信濃川だよね。ああ、そうだぜ。でも信濃川はただ長いだけじゃなくて、いろんな特徴を持った川なんだ。へえ、どんな特徴があるんだろう。では今回は、日本一長い信濃川について解説していくぜ。どんな歴史があるのか気になるよ。この動画を見ると、信濃川にはどんな歴史があって、どんな生態系が存在しているのかがわかるぜ。それではゆっくりしていってねー。信濃川は、新潟県と長野県を流れる信濃川水系の一級河川のことだ。一級河川の定義も教えて。一級河川というのは、1965年に施行された河川法という法律に基づいて、国土交通大臣が指定、管理を行うこととされている川のことだ。私たちの生活でその河川がどれだけ利害に重要な関係があるものかどうかで決められる。一級河川だけじゃなくて二級河川や巡洋河川といった分類もあるけど、一級河川の方が規模が大きいことが多い。日本で一番長い川だから、信濃川が一級河川に指定されているというのは納得だよ。そして、信濃川は信濃川水系の本流だ。水系というのは、枝分かれして伸びている木のような水の流れを想像してみるといいだろう。信濃川水系の本流ということは、木の幹に当たるポジションだね。長野県から新潟県にかけて流れて、日本海に繋がっていく。上流部にあたる長野県では呼び方が変わって、千曲川と呼ばれている。じゃあ、千曲川と聞いたらそれは信濃川だということなんだね。それで、日本一を誇るその長さは一体どれくらいなの？なんと、367キロにも及ぶぜ。日本列島が東西南北におよそ3000キロだから、長さだけでも10分の1もあるということになる。さすが日本一。全長367キロのうち信濃川と呼ばれている部分が153キロで、千曲川と呼ばれている部分は214キロ、実は千曲川である長野県を流れている長さの方が、60キロ長くなっているんだ。へえ、そうだったんだ。流域面積は、1万1900キロ平方メートルだ。流域面積が日本で一番大きい河川は利根川で1万6840キロ平方メートル。信濃川はそれに次ぐ大きさも合わせ持っている。そういえば、水源はどこにあるの？新潟県と長野県を流れる一級河川なんだけど、水源の具体的な場所は、拳ヶ岳という山だ。山梨県、埼玉県、長野県の3県の境にある標高2475メートルの山で、埼玉県奥秩父山塊の主脈の中央に位置している。それは知らなかったよ。また、信濃川は日本三大河川の一つだ。関東地方を北から東へ流れて太平洋につながっていく利根川と、北海道の中西部を流れて日本海へ繋がっていく石狩川が残りの二つだぜ。どれも有名な川だね。河川としての地形的な特徴にも触れておこう。上流部、中流部、下流部に分けて紹介していくぜ。お願いするよ。まず上流部は拳岳の山間部を流れていて、川幅が狭くその標高から勾配も急で、流れもとても速くなっている。河原には岩と言ってもいいほどの大きさの石が転がっていて、上流部の近くには自然的名勝の代表と言われる特別名勝、特別天然記念物の上高地が存在しているぜ。そこはどんな場所なの？県西部の飛騨山脈南部にあるとても眺めのいい日本の文化財だ。そして中流部に出ると、川が平野部になる。川幅も広く勾配も緩やかになって、河原に転がる石もだいぶ小さくなる。新潟県中越地方の小千谷市や、同じく新潟県の中南部の長岡市が中流部にあたるぜ。長岡市は新潟市に次いで第2位の人口を誇る市で、小千谷市はその長岡市のベッドタウンといったところだね。下流部まで来ると、河川が完全に平野部に出てきたということになる。川幅は広く勾配もほとんどないので、流れもとても緩やかだ。河原には上流部では岩のように大きかった石が粉々に砕かれて削られ、細かい砂利や砂が見られるようになる。ラーメンで有名な新潟県のほぼ中央部にある三条市のあたりだ。また、この辺りには大河津分水という人工の河川が存在しているぜ。人工の河川、それについてはまた後で紹介するぜ。日本三大河川とも呼ばれる一級河川だから、信濃川は日本にとってかなり大きな影響力を持つ川であることがわかるよな。でも、具体的にどんな影響を及ぼしていたのかはわからないよ。それじゃあ、その歴史について詳しく見ていくぜ。まず、信濃川は越後平野を作った。越後平野は新潟県中部から北部にかけて広がる平野のことだ。面積は約2000キロ平方メートルで、ほとんど東京都の面積と同じくらい。この越後平野ができたのは縄文時代で、その頃は現在の越後平野にあたる地域はまだ海だったんだ。ほうほう。そこに繋がっているのが、信濃川と阿賀野川という川。
この二つの川が、越後平野となる場所に土砂を運んできた。また海流の影響もあって、新潟砂丘ができつつあった。越後平野というものは、この新潟砂丘と周りの山々に囲まれた大きな池の中に、信濃川や阿賀野川が運んできた土砂がとても長い年月をかけて堆積してできた平野なんだ。越後平野は米どころでもあるから、水の流れでできたこの地形なくして今の日本はないってことだね。信濃川はこれほどまでに日本に大きな影響を与えた河川なんだぜ。ありがとう信濃川。さっきも少し触れた大河津分水は、この越後平野を守るために作られた。信濃川から派生する形で作られているぜ。何のために作られたの？越後平野が信濃川による水害でたびたび被害を受けていたからだ。とても大きな河川だから、その被害も甚大なものだった。その被害をなくすために、仕組みとしては信濃川の水が越後平野に入る前に、流れてくる水の一部を日本海へ流すことで、越後平野を水害から守るという水の流れを作り出したというわけだ。そんな理由があったんだね。信濃川と大河津分水、それぞれの河川に流れる水量を調整するために、信濃川本線には荒井堰が、大河津分水路には可動堰が設けられた。どちらも人の手によって川を流れる水量を調整する水門のようなものだ。ふむふむ、荒井堰は正式名称を大河津荒井堰といい、信濃川本線に流す水量をコントロールする役割を担っている。普段は日々の生活や田畑で使う水を一定量流し続けているんだ。可動堰は正式名称を大河津可動堰といい、大河津分水路に流す水量をコントロールする役割を担っている。上流から流れてくる水量によってゲートを開けたり閉めたりするから、可動というワードがついているんだぜ。大雨などの水害がない時は水門は開いている状態なのかな。そうだぜ。信濃川の上流域で洪水が起こった際は、可動堰と荒井堰はどちらも平常時と同様、開いた状態になっている。だけど信濃川下流域で洪水が起こった場合は荒井堰を閉じて、信濃川に流れ込む水の量をセーブする。そして大河津分水路を経由して、日本海に水が流れ込むようコントロールしているんだ。じゃあ、反対に雨が降らない場合はどうなの？地面が乾いてしまうような渇水時には荒井堰は開けて、可動堰を閉じ、信濃川の方に水が流れていくよう誘導するぜ。信濃川とうまく付き合っていくことで、越後平野という米どころを守っているんだね。人工的に作った河川というのも、なかなかに珍しいものだ。よほどの水害を受けてきたに違いないね。その歴史を見てみると、文献に残っている最も古い水害で888年に起きたものもある。歴史上最悪の被害を受けたと言われるのは1742年の江戸時代に起きた洪水、犬の満水と呼ばれる氾濫だ。どれほどの災害だったのかな？日本の本州中部を襲った大水害で、台風と大雨が原因と考えられている。被害の規模としては、流域全体で2800人以上の死者を出して、田畑の流出も広範囲にわたった未曾有の大災害だ。あまりの大洪水だったために、現在も長野市と、周辺市町村の数箇所には当時の洪水の水位を示した洪水水位表が建てられているそうだ。想像を絶する大洪水だね。2019年、令和の時代に入ってからも大河津分水路の力は及ばず水害が起こっている。令和元年東日本台風によるものだ。長野市保安で千曲川本流が約70メートルにわたって決壊し、死者こそ出なかったものの、北陸新幹線長野新幹線車両センターなどに大きな被害をもたらした。上田市諏訪方では、上田電鉄別所線の千曲川橋梁が崩落。1948年からは、国土交通省によって千曲川第二期補修事業が始まり現在も進行中だ。とはいえ、数年に一度は洪水による被害を流域は受けてしまうことになって、根本的な治水対策としてダムによる洪水調節が図られている。大きな河川は、災害が起こるとその流域の被害が大規模なものになってしまうもんね。だから信濃川のような大きな一級河川は、小さな河川よりも整備が優先的に行われている。大災害が起これば日本の経済にも影響を及ぼしかねないからな。信濃川下流では、およそ41種類の魚類が確認されている。日本海と信濃川を行き来しながら川でも海でも生きることのできる魚や、川の中を泳いでいる魚、川底を這うように生活している魚がいるぜ。わぁ、絶好の釣りスポットだね。釣り人たちにとって、信濃川は身近なレジャーとなっている。どんな魚が釣れるんだろう。釣ることのできる魚は数を上げるとキリがないんだけど、河口の海水と淡水が混じり合うところに生息しているシーバス、ナマズ、コイ、フナ、メナダなどは、場所的にも狙いやすく楽しめるそうだ。誰でも安全に釣りが楽しめるってこと？先ほど紹介した整備工事によって、釣り人たちの足元が安全になったというのも、親しみやすさの大きな要因となっているようだ。へえ、そうなんだね。他には、
川や沼などで生まれてすぐに海に下り、産卵とは無関係に再び川や沼などに戻っていくアユ。海で生まれた後に川に入って成長し、産卵のために海に戻っていくイトヨ、マルタウグイ、ウグイ。海と川を往復する性質を持っている受け口ウグイ、その一生を信濃川で過ごすオイカワ、カムルチー、ギギ、ギンブナ、ゲンゴロウブナ、ソウヨ、ニゴイ、ドジョウ。特定外来生物に指定されていて飼育などが禁止されているブラックバス、ブルーギル。川で生まれ海で育って、産卵のために再び淡水域に戻ってくるソカ海遊魚と呼ばれるサケ、サクラマスなど、多種多様な魚類が生息している。わぁ、釣り人のテンション爆上がりだね。大型のものも多くて、要注意外来生物にも指定されているムルチーは全長80センチ。大きく育った個体では全長100センチにもなるコイ、スズキ、ソウヨ、ボラ、メナダなどが挙げられる。大型の魚がいるとなると、釣り人も楽しめるというわけだ。でも、特定外来生物や要注意外来生物に指定されている魚もいるのはちょっと危なくない？信濃川の生態系が崩れてしまわないか心配なところではあるぜ。同じく信濃川下流ではエビやカニ類、貝類も16種類ほど確認されている。エビやカニは水際の植物の根元や、泥が溜まったところで多く見られるようだ。貝類は泥や砂の川底にいるぜ。ほうほう。河口の近くにある泥の湿地周辺に穴を掘って暮らしている黒弁慶ガニ。新潟県準絶滅危惧種に指定されている手長エビ。川の上流から河口まで広く生息している木津ガニ。川や湖沼の泥底に生息している大谷市、カラスガイ。川の中流から上流の砂底に群れをなして生息しているマシジミ。河口の砂底に群れをなして生息しているヤマトシジミなどもいる。貝類、甲殻類の宝庫だね。新潟県準絶滅危惧種となっている手長エビは、2021年の時点でその生息が多く確認されているぜ。おお。そして、地球上で最も種類が多いと言われている昆虫類。信濃川下流では水中におよそ100種類、陸上におよそ780種類が確認されている。こっちもまた圧倒的な種類だね。一文字せせり、エンマコオロギ、オールリハムシ、キアゲハ、クロアゲハ、準絶滅危惧種に指定されている名古屋サナエというトンボの仲間、ナミアゲハ、ノシメトンボ、ハグロトンボ、ヒメアカタテハという蝶の仲間、モンキチョウ、モンシロチョウ、水中の石のくぼみの間に生息しているシリナガマダラカゲロウなどが挙げられる。水中でも生息している昆虫が存在するとなると、もしかしたら新種の発見もあったりして、その期待も膨らむぜ。鳥類も、なんと115もの種類が確認されている。水辺の草や木の実を食べる鳥、水中の魚や虫を狙う鳥などだ。ひゃあ、これまたすごい数。年中その場にいる幽鳥のアオサギ、イソシギ、カルガモ、カワセミ、カワラヒワ、ダイサギ、コサギ、スズメ、トビ、ノスリ、白石霊、ハシブトガラス、ヒバリ、ヒヨドリ、ミサゴ、ムクドリ、モズ、そして冬を越すためにやってくる冬鳥のオオハクチョウ、コハクチョウ、カモメ、カワウ、カンムリカイツブリ、キンクロハジロ、コガモ、マガモ、ヒシクイ、ユリカモメ、さらに子育てのためやってくる夏鳥のオオヨシキリ、チュウサギ、ツバメなどが挙げられる。季節ごとにやってきたり去っていく渡り鳥も多くいて、信濃川を盛り上げてくれる存在だね。植物に関しては、およそ583種が確認されている。水中で見られるものや、水際の湿った場所で見られるもの、また外来種などいろんな植物が様々な場所に生息している。圧倒的な種類の多さ。河原や湿地に生える鬼、平地や丘の池や沼に生えて葉は水に浮き根は水の底まで伸びているガガブタ。川沿いなどの湿った土地に生える川柳、立ち柳、野原や堤防などに生える高あざみ、沼や河原などに生えるタコの足。日当たりの良い草地に生えて山地に多いと燃えそう、池や沼の淵などに見られるマコモ。川や水路に生えるミクリ、絶滅危惧類に指定されている水青い。一箇所にまとまって生えることが多い溝そば、湿地に生える多年草であるミソハギ。川沿いや池など水辺に生えるヨシなどが挙げられる。さすが、大河川だね。その他にも爬虫類も5種、両生類が3種、哺乳類も13種ほど確認されている。どんな種類がいるのかしら。アマガエル、ウシガエル、アオダイショウ、シマヘビ、クサガメ、アメリカから持ち込まれたと言われるミシシッピアカミミガメ、イタチ、アズマモグラ、絶滅の危険がある希少種に指定されているエチゴモグラ、タヌキ、ノウサギなどが挙げられる。なんたって、餌や昆虫が豊富だもんね。だから信濃川流域には、たくさんの陸上生物が生息することができると言われている。新潟県南部にある十日町市には、JR 九州止水ダム魚道、魚道観察室という興味深い施設がある。魚道というのは、簡単に言ってしまえば人の手によって作られた魚専用の通り道のようなものだ。何のためにそんな通り道があるの？ダムは災害に備えて人間が作ったものだけど、
これによって魚たちの生息地が奪われてしまっていたり、産卵の邪魔になってしまっていることも忘れてはいけない。だから遡上や降下など魚たちが移動しやすいように再び人の手を加えて、補助する試みがある。それによって作られたのが、魚道だ。なるほど。とても大切な取り組みなんだね。宮中止水ダムには、大型魚道、小型魚道、せせらぎ魚道と呼ばれる3つのタイプの魚道が設置されているんだ。なんでいろいろな種類の魚道が設置されているの？宮中止水ダム周辺には、20種類を超える魚類が生息していることが確認されているからだ。できるだけ多くの魚類が利用できるように、流速や水深に変化を持たせるため3つのタイプの魚道が設けられた。観察室からは、ガラス越しに魚道の断面を見ることができて圧巻だぜ。わぁ、ぜひ近くで見てみたいよ。無料で開放されていて、5月には小型魚道で、アユ、サクラマス、ヤマメなどの魚が移動していく姿を目にすることができる。また、産卵のために帰ってきた鮭の遡上する9月中旬から11月中旬も見応えがあるぜ。いいねいいね。信濃川の中流部にあたる新潟県小千谷市では、漁協が育てた鮭の稚魚小学生が放流するという授業が行われている。魚沼漁業協同組合と信濃川流域で水力発電事業を行っている JR 東日本が毎年合同で企画するもので、小学生たちに信濃川の生態系についての理解を深めてほしいという狙いがあるそうだ。実際に体験することで、より身近に学ぶことができるね。人々が信濃川の生態系について理解を深めて、保護や保全に注力することは大切だ。大きな河川だから、台風や大雨などにより災害が起こってしまうことにも備えなければいけない。とは言っても、人間だけが安全であればいいということでもないんだよね。その通りだ。ダムなどの建設で信濃川の生態系に影響を及ぼしてしまったことは確かだけど、そのマイナスの影響をどのように改善していくかを考えていくことも人間の義務なんだぜ。うんうん。釣り人たちにも、気をつけなければならないことがある。どんなこと？サクラマスを釣ることが禁止されているということだ。罰則も重くて、釣れてしまったサクラマスを持って帰ると新潟県内水面漁業調整規則違反となり、6ヶ月以下の懲役、もしくは10万円以下の罰金に処せられることになってしまう。というのも、五十嵐川漁協では法律で定められた放漁稚魚購入のため、毎年500万円以上のお金を払っているからだ。わお。地域の高齢化で組合員も減少傾向にある。だから、稚魚を購入することと放流することがどんどん難しくなっているんだ。釣り人にも猶予券の購入を促している。環境保全のことを思うと、ただで釣りができるというわけではないということだ。サクラマスを守っていくためにも、もし釣れてもリリースするのが鉄則だね。信濃川は日本で一番長い一級河川だから、整備が優先されている。そして越後平野という米どころも抱えているから、江戸時代に起こってしまった犬の満水のような大洪水がまた起こるようなことがあればひとたまりもない。だから、ダム建設などの予防策は避けることができないんだ。それによって信濃川の生態系に大きく影響が出てしまったことも事実なのよね。小学生の授業で鮭の稚魚放流が採用されるように、共存共栄を目指す意識が大切な課題となっているぜ。少しでも生態系の理解を深めていくことが重要だね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。